ごい、すげえ燃えてきた。熱っ。薪割りの途中だったんですけども、今から野焼きが始まるということで見に行ってみたいと思います。前の方に煙が出てますよね。あれが野焼きです。毎年4月頭に野焼きをやるんですよね。広大な野っ原を焼いて草ぼうぼうになるのを防ぐ目的がありますね。この野焼きをやるのは年に1回だけで、あとはもう野焼きをやらずに草刈りで対応します。あ、煙出てますね。すごい光景ですよね。消防の方も出て広大な土地を野焼きしておりますね。すごい、こっからずっとここまで一気に草刈りというか一気に燃やすって感じですね。道路際まで来てますね。火がなかなかないよ、これは。都会ではカリフォルニアの山火事みたいな感じですね。すごいな。すごい煙たいですね。大丈夫大丈夫。ちょっとここ通ってもいいですか。すいません、邪魔しない。気をつけてね。はい、ああいう風に葉っぱで叩いて火を消すんですか。昔から。ああいう風に、うん、叩いて。もみで。もみ。一位で。うん、あ、一位の木なんだ。一位で叩いて。一位の木をで叩いて火を消すそうですね。一位って何やろな。もみっぽいな。めちゃめちゃ火の粉が飛んでるんですけど、本当に焦るわ、この暑さ。すごい火力。おお、めっちゃくる。全然大丈夫。そうだよな。風が強くなってきましたね。やば。やば、あそこ通れへんわ。今来た道通れないんですけど、本当に車大丈夫かな、これは。やば。帰れない。よかった、今通った時に風が暗くて焼け焦げるとこあったわ。強風で焼かれる可能性ありますので、こっち回って帰ります。いや、今すごかったね。ラスベガスのミラージュみたいだったわ。ここは末川地区なんですけど、もう一箇所小野原見に行ってみたいと思いますね。今風がこっち向いてる瞬間に車に戻ります。風が吹くと危ないでね。危ない危ない危ないでしょ。あっち回って行った方がいいかな。今だったら大丈夫かな。切れちゃう。そこでもう切れちゃう。こっち来ないよ。来ないよ。来ないよ。危ないよ。危ないよ。危ないよ。あ、一回燃えちゃったらもう燃えへんだね。切れちゃったらもう行ってもいいんだね。ありがとうございます。怖かった、さっき。うわーってなってるもんな。あと自然に沈下するのかね、これね。ありがとうございました。今日多分ずっと消防団の方が見張ってるんだと思います。いや、マジで野焼きとかする地域少ないんでしょうね。ここまで群馬とかあっちの方でも多分クレーム来ると思うんですよね。ぶっちゃけ家とかすぐそこですからね。焼いてるそばにも家ありますから。あー、軽トラ無事良かったです。信号機ギリギリまで燃やしてるからね。大丈夫なのかね、これ。信号燃えちゃうんじゃないかな。
綺麗に巻き積まれてますね。基本皆さん池田で積むんですよね。僕は池田あんま好きじゃないんですけど、あの積載量がなんかざっくりになっちゃうし、あんまり入んないというか、あと見た目が良くない。やばいなこの風景。小屋とかもめっちゃ絵になりますよね。あんまり邪魔して怒られちゃうといけないね。一応遠くからそっと見たいと思います。消防団の方とかもガチであのローカルの方ですからね。どっから町からやってくるわけではなくて、自衛の消防団の方です。火炎放射器とかもあるから。もうちょっと早ければメインが取れたの。本当。あんな近くに木材もあるな。ギリギリまで木材あるからね。あれ青く。本当。今日風があるでね。全然余裕らしいですよ。いやこの風景やばいわ。遠くまで行ってみるか。おはようございます。これが一重の木ですね。すごい熱気がきますね。めちゃめちゃ暑い。よう燃えるね。すごい。野球もできそうやね、本当。すげえ燃えてきた。熱っ。やばいこれ。やばくないこれ。ちょっと逃げる。熱っ。一気にラスベガスミラージュ状態になりますからね。全然スペースありますからガンガンやっていくんでしょうね。いや楽しかったですね。まだすごいスペースありますから。ここちょっと北海道っぽい景色があるんですけど、この古い小屋とかさ、この水蓮みたいなのも咲いてて、ザ田舎って感じですよね。いや面白かったですね。いつも釣りに行ってて、野焼きは結構見るんですけど、実際の野焼き見るの見たのは今回初めてでしたね。こんな感じで田舎の動画をまた上げていきますんで、チャンネル登録よろしければお願いします。それではまたお会いしましょう。うちの末川でも野焼きをやっております。燃えてますね。こっち側は全部真っ黒に焼き終わりってますね。